国家ボリシェビキ島、国家ボリシェビキ島、NBP、ナツボル、A、ナショナル・ボールシャビッチパーティーは、ロシア地方の政党で、親友ラシア主義に影響を受けた、民族共産主義による統治を主張する。極右や極左ともされる政治的シンクレティズムを特徴と、する。ロシア政界内では、反プーチン体制、反統一ロシア党の野党連合、もう一つのロシアに加盟している。 同様の思想、名称を持って行動する政党がいくつか、ロシア以外にも存在するが、ロシア国内における、民族共産主義、親友ラシア主義系の議会進出は許容されず、政党としての承認を二度にわたって取り消されている。ナツボルノ側も、議会での政治行動より、外党でのデモや暴動などの実力行使を好んで、用いる傾向にある。機関士は、疑問か、疑問か。 直訳すると、ロシア語で、レモンだが、スラングでは、レモン型の主流弾を意味する。内政面では、共産主義、特にボリシェビキ派によるソ連型社会主義を肯定的に捉え、対外的には、ロシア人の民族主義と新ユーラシア主義に基づいて、ロシア人によるユーラシア統一を主張す。この独自のボリシェビズムとユーラシア主義は、ジョージ・オーウェルの小説。 1984年に登場する国家、ユーラシアのネオボルシェビズムに着想を得たとも評されている。この過程において、当然ながら最も敵視されるのはアメリカであり、徹底的に反米である。内政的には資本主義を報じる最大の国家であり、新冷戦でロシアと対決する米国は最大の敵とみなされいる。ただし、 新ユーラシア主義に関する主張については、ナツボル内でも論争の種で、党の創立者の一人であったアレクサンドル・ドゥーギンは、党内論争の末に離党して、ユーラシア党を創立している。これに対して、帰還し、リモンカは、ドゥーギンは、日和美的な保守主義者であると批判し、党は、ユーラシアにおける、諸民族の庇護者として、ロシア民族を位置づけると宣言した。これは、 ロシア中心の新ユーラシア主義に、やや修正を加えたことを意味する。元プーチン政権については、官僚機構と警察の権威主義的な姿勢を批判し、国家機構の腐敗を招いていると強く攻撃している。1992年、新ユーラシア主義や民族共産主義を主張する6つの政治グループが、現党首、エドゥアルド・リモノフを指導者に、 前身の国家ボリシェビキ戦線を結成したのが、ナツボル島の始まりとなる。戦術したアレクサンドル・ドゥーニンは、共同創設者の一人で、リモノフに、他の野党との結束などを行わせることに奔走した。当初、ナツボル島は政府への反対運動とともに、西欧輸入品の不買運動など指導したが、あまり有効な成果は上げれていなかった。過激派路線を標榜し、 1992年には2発の手榴弾を隠し持っていた容疑で党員が逮捕されている。結成からすぐに、ナツボル党は、ゲンナジージュガーノフラ共産主義者とセルゲーバブーリンら、民族主義、愛国主義者によって創設された野党連合に加入、両者の話し合いは、ベルギーの民族社会主義者で、ファシストのが仲介した。しかし、国戦線の路線とみ合わずに、 他の加盟政党と圧力を引き起こし、結局は連盟を脱退した。この時に、戦線内で最も辛辣にナツボール党を非難した、極右政党ロシア自由民主党とは、敬縁の中となり、リモノフとジリノフスキーと題した、批判文書で、ユダヤ系ロシア人のロシア自由民主党党ウジーミル、ジリノフスキーを、純粋な、ロシア人でないのに、民族主義を唱える、精神異常者と中傷した。 1999年になって、旧戦線加盟政党との和解を模索したが、拒否されている。2000年代に入り、プーチン政権による統一ロシアが台頭して、政界再編が起きる中と党は、路線の変更を迫られた。リモノフは、政治上の対立を一時的に棚上げして、反プーチン運動を唱える、諸政党の大合わせに加わり、西欧諸国の支援を受けるがるり、 カスパロフの自由主義政党全ロシア市民会議とも協力した。一方で過激な街頭活動は変わらず、2004年8月2日に社会保障の一部打ち切りを決定した、陳政権への攻撃として、ロシア保険消費量を襲撃する事件を起こした。同年の12月には、プーチンの個人事務所の選挙を計画していたが、これは警察によって未然に防がれ30名以上の、 党員が逮捕された。2005年6月、ロシア地方裁判所は、ナツボル島を非合法の反政府組織として解散を命令した。同年8月16日に、連邦最高裁判所は、政党組織の解散は民主主義に反するとして、地方裁判所の命令を取り消しが、同年11月の判決で、ナツボル島が危険行動の前科を持つことも事実で、 あるとして、国家ボリシェビィキ等の透明使用の禁止などいくつかの制裁案も追加した。反プーチン運動の中で手段を選ばない、ナツボルトは一定の知名度と支持を得ていくが、同時に、党内では、西欧やカスパロフを中心とする自由主義運動との連帯路線を取るリモノフへの反感が高まりつある。こうした、 反対派党員は、リモノフが、個人的野心のために党を死物化していると指摘、反リモノフのナツボル党を標榜して行動した。彼らは、最終的に、反西欧、反自由主義、反カスパーロフの国家共産主義戦線を結成して、分派した。2006年11月7日、霊人による十月革命を祝う記念式典で、警察による一斉捜査が行われ、 27名のナツボル党員が逮捕された。2007年にナツボル党はひるまず政府に対する新たな反政府デモを展開。2007年4月19日にナツボル党は再び非合法化された。同党の思想的影響を受けたロシア系住民を中心とする支部は各国に存在する。少なくともラトビア、モルドバ、スウェーデン、ウクライナ、 カザフスタン、アゼルバイジャン、エストニア、セルビア、ポーランド、チェコ、スロバキア、イギリス、アメリカ、カナダ、イスラエルでは支部の存在が確認されており、これらとロシアのナツボル本部は基本的に友好関係にある。2006年、ベラルーシの支部党員はミンスクにあるペンテコステ派の大聖堂を反ナツボル運動の拠点とみなして破壊する事件を起こした。 これは前年のラトビアにおける類似事件と連動していたと思われる。その後も現在に至るまで過激派としての路線は続き、2011年5月にもモスクワのセルビア大使館を襲撃している。ラトビアではリガに支部拠点が設けられている。ラトビア支部の政治行動は近年活発化しており、ラトビア人義勇兵から編成されていたナチスの 第 15SS 武装的弾兵士団の元兵士の老人たちによるへ襲撃行為を複数回行っている。2007年5月、現地の支部と連絡を取るために密入国していたロシア本国のナツボル党員がラトビア警察に逮捕されている。リトアニアでも2005年頃から教育問題に絡んでナツボル党の支部党員による政治行動が確認されている。 モルドバのナツボルトー支部は政府から非合法として解散が命令されたが、ソイドニエストル共和国内での NGO 団体を隠れみのにして活動を継続しているとされる。ウクライナにおいてはに交流して活動を続けている。対外的には反西欧、反ナトウを標榜する。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。